玉川兄弟の銅像玉川兄弟は、江戸時代の人物。兄は昭江門、弟は聖江門。玉川沿いの地域の農家であったとの説が有力である。1653年から54年にかけて、玉川浄水の改作の指揮を取ったことで知られる。浄水工事は2度失敗していて、1回目は、昨日取水口とした時、地面に水が吸い込まれてしまう。水食道を。 浸透性の高い関東ローム層、二回目は、封鎖を取水口とした時、工事の途中岩盤に当たってしまったことであり、水え土の失敗跡は今でも残されている。1653年から工事が行われ、1654年までに開通した。これにより兄弟は、多摩川の姓を名乗ることが許され、浄水の管理も多摩川家の世襲とされたが、1739年に、 職を剥奪される。兄弟の墓所は台東区の聖徳寺にある。今日は3連に玉川上水器元並びの美の梅分水口の役所が、不審奉行、佐橋長戸守る家女から老中、松平信明に提出された。玉川兄弟の話は、八王子仙人同心であった小島文平の書状をもとに、佐橋長戸守るが、幕角に投申した報告書の形をとっている。 渡辺十二、図解武蔵野の水路、玉川上水と、その分水路の造形を明かす、東海大学出版会、2004年、5ページ玉川、昭江門に関するカテゴリ玉川正門に関するカテゴリありがとうございます。